タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。毎週木曜日にお送りしておりますタイムリー六本木 TV ラジオ版、毎月第2木曜日は朗読番組朗読おとぎ草子をお送りいたします。私、皆様のご案内役を務めます小磯和成です。よろしくお願いいたします。この番組では様々な文学作品をタイムリーオフィスのメンバーによる朗読でお楽しみいただいております。では早速今回のゲストにご登場いただきましょう。上原恵子さんです。はい、こんにちは、上原恵子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この番組にはもう何度もご登場いただいている。なんですかね、でもちょっとね間が空きましたので今回久しぶりなんです。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、今回ご紹介いただく作品は何でしょうか。はい、山本周五郎作品なんですが、はい、ね、山本周五郎といえば、うん、時代物や歴史小説が多いんですけれども、そうですね、今回はね、はい、黒澤明監督の映画、うん、どですかねってご存知ですか。はいはいはい、どですかね、はい、ね、その原作である季節のない町から父ちゃんという作品を選びまして、はい、読まさせていただきます。ありがとうございます。ちょっとね雰囲気、はい、皆さんご存知の大和作品とはちょっと違うテイストだと思います。はい、どんな作品なんでしょうか。では早速朗読の方をよろしくお願いいたします。はい、それでは上原恵子さんによる朗読で、山本周五郎作父ちゃん、ごゆっくりお楽しみくださいませ。山本周五郎作父ちゃん。沢上良太郎には五人の子供がある。太郎、次郎、花子、四郎、梅子。ほとんど年子で、上が10歳、次が9歳、8歳、7歳、5歳。そして妻の三沢は妊娠していた。この町の人たちは、それら五人が沢上良太郎の子ではなく、一人ずつ別にそれぞれ本当の父親があり、その父親たち五人がこの町に住んでいることも、彼らが自分の子を判別していることもよく知っていた。妻の三沢は自分の腹を痛めたのだから、無論誰よりも熟知していたであろう。それを知らないのは子供たちと沢上良太郎だけだと信じられていた。沢上良太郎は良さんと呼ばれていた。背丈はさして高くないが、よく肥えていて、丸々とした顔は見るからに人が良さそうだった。太い眉毛も小さく丸い目も尻下がりで、唇が厚く、頬骨のところに肉が盛り上がっているため、小さくて丸い目はそのコブの影から覗いているように感じられた。涼さんの顔はお人よしの条件を全部揃えていると、ケチンボの覇気老人が言った。目も口も鼻もほっぺたも耳も全部お人よしの部分品ばかり集めてこね上げたものだ。良太郎の顔をよく見ろと、八十教の斉田先生は言った。あれは神さんに催眠術をかけられて、その術から覚めることができずにいる顔だぞ。冗談じゃねえぞ。あの人の目をよく見てみな、と拝み屋のお常さんは真面目に言った。あれは真から人を小馬鹿にしている目だ。人も神も仏も天から馬鹿にしている目だ。神さんの三竿は痩せた小作りな体で顔も細く、頬骨が尖り、落ちくぼんだ目はいつもキラキラと光線的に光っていた。肌の色は黒く、髪は茶色で縮れ、額が抜け上がっていた。
年は良太郎より3つ下の32歳であるが、見たところは逆に4つくらいも年上のようであった。ミサオはほとんど家にいない。食事の支度とか子供たちの着物の繕いなどはするが、あとは長屋のどこかでかみさんたちとおしゃべりをしたり、つかみ合いの喧嘩をしたり、その仲裁をして酒を飲んだり。そうかと思うと、しばしば半日もどこかへ消えたりしていた。ああ、まったく女なんてつまらねえもんだ。彼女は一日に幾度か、きっとこう嘆かないことはない。男は勝手にしたいことをして、亭主関白だなんてお駄を上げていられるが、女は腰の骨の折れるほど働いても、楽しみに芝居一つ見に行きやしない。考えてみると、何のために生きているのかつくづく我が身が哀れになっちまうよ。亮さんはやんわりと微笑しながら、せっせと商売のハケ作りに精を出していた。亮さんは腕のいいハケ作りで、ハケといってもヘアブラシなのだが、問屋でも彼の作ったものは高級品として扱い、一流化粧品店とか洋品店、百貨店などへ納入していて、けれども仕事がのろく、数が上がらないので、豪華に言えると言われた。確かに彼の仕事の遅さには、妻のミサオも豪華に言えると見えて、仕事ばかりでなく、箸の上げ下ろしにまで露骨な非難を浴びせかけた。お前のすることを見ていると、私は足の裏がムズムズしてくるよ。まったくどうすればこんなグズな男が生まれるんだろう。お前の二親が生きてたら、私押しかけて行って聞いてみたいくらいだよ。亮さんは黙って仕事を続けるだけである。飴色になった仕事台の上のちょっと右寄りに、厚さ3インチばかりの板が立ててあり、豚の毛を入れた筒とか、ブラシの大木、極細の針金、二皮の鍋などの材料が亮さんの左右に並んでいた。彼は左手で筒の中から豚の毛をひょいとつまみ上げる。一つの穴に入れる数はおよそ30本と決まっているが、彼は一度でそれだけつまみ取れた試しがなかった。つまみ上げてからその度によく数えて、2本足すとか1本引くとかするのである。なんだね、1本や2本とミサオがとがめる。そんな細っこい毛の2本や3本多くたって変わりはないじゃないか。そうかもしれないけれどね。リョウさんは舌が重くて動かないような口ぶりでゆっくりと答える。30本にしないと、あたいの気が済まないんだよ。数が揃うと、立ててある厚板の側面へ、毛の根元の方をトントンと当てて、根揃えをし、右手に持った極細の針金で、キリキリと根元を巻き、その端をブラシの穴に通して引き、毛の根を穴に引き入れて固定し、針金の余りをハサミで切る。穴は中の3列が20、左右の1列が17、全部で94あり、その一つ一つへ30本ずつの毛を植えてしまうと、固定した針金を叩いて平らにし、二皮を塗って裏木をかぶせて染める。二皮はいつも溶けていなければならないから、夏冬とも火鉢にかけてあり、したがって、家の中にその刺激性の強い匂いの絶えることはなかった。この匂いを嗅いでいると、私は世の中が儚くなってきちゃうよ。とミサオは大げさに顔をしかめながら言う。世間にはちっとは頭のいい人もいるんだろうに。三河からこの匂いを抜く知恵ぐらい働かせる者はいないのかね。臭くってとてもうちになんかいられたもんじゃありゃしないよ。ミサオは亭主の手伝いなど決してしない。仕事ぶりののろさをそしり、にかわの匂いにケチをつけると、自分はさっさと外へ出かけてしまう。夜の食事には大抵帰るが、
昼飯には帰らないことの方が多い。良太郎も子供たちも慣れているため、彼女が帰らなくとも別に不思議はない様子で、父親が膳立てをするとみんなおとなしく飯を食べる。子供たちはみな従順で、四郎までの4人は小学生であるが、成績はどの子も上位を占め、太郎はずっと休長を続けていた。あの子たちはこの町の七不思議の第一だね、とここの人たちは言った。子供たち5人とも母親にあまり馴染まない。生活の大部分が父親だけで賄われているためか、それとも幼い心で父を哀れと思うためか、母が家にいても甘えるようなことはなく、何でも父に相談し、父の手助けをしようとした。ここの住人たちの着物は、ほとんど洗い返し縫い返した品である。新調するときにも古着屋から買うのがせいぜいで、そのため、半端物や古着を背負って定期的に回ってくる商人が2人いるが、持ってきた品を売るよりも、反対にボロを買わされる方が多い、とぼやくくらいであった。亮さんの家族も例外ではなく、子供たちの着ているものは皆誰かのおふるで、シャツもズボンも、ブラウスもスカートも、何もかも継ぎはぎだらけであり、絶えず洗濯したり、継ぎを当てたり、ほころびを繕ったりしなければならない。無論みそうも黙って見ているだけではないが、8割方までは亮さんがやらなければならなかった。仕事の関係で細かな手仕事ならお手のものとも言えるが、一日中家にいて子供たちを見ているから、汚れたものを着ていたり、ほころびが切れているのを見たりすれば、つい手が出てしまうようであった。近頃では子供たち自身が自分たちでできることはするようになった。花子はまだ2年生であるが、繕い物をなんとかやってのけるし、太郎と次郎は洗濯を担当した。その上彼らは少しでも暇があればブラシ作りの手助けまでしようとした。みっともねえ子だよ、お前たちは、とミサオはよく言った。男の子のくせに洗濯なんかしてさ、そんなコセコセした根性じゃろくなものにはなりやしねえよ。子供たちは黙っている。学校の先生が自分のことは自分でしろと言った、などと言い返せば、学校の先生までが嘲笑の的にされるからだ。あたしゃ、ただの体じゃないんだからね、とミサオは主張する。あたしのおかずは別にするよ。たとえ細切れ肉にしろ、マグロのアラにしろ、ミサオだけは一皿別におかずをつける。つまり妊娠中だから、それだけ栄養を取らなければならないのだという。他のものは見もしないが、末っ子の梅子はまだ5つだから、肉を煮た時などは匂いがするし、どうしてもそっちへ目が行ってしまう。すると三沢が敵でも見るような目でにらみつける。なんだいその目つきは。母ちゃんはただの体じゃないんだって言ってるだろ。2人分は食べなきゃ身が持たないって。世間へ行って聞いてみな。沢上さんとこのおかみさんは、よくあれで辛抱してるもんだって、そう言ってるから。ミサオが妊娠していることは確かだし、その相手も近所の人たちには分かっていた。1年ほど前に、米村五郎という若者がこの町へ移ってきた。途端にミサオが目をつけ、同時に五家のおとみさんも目をつけ、2人とも五郎にのぼせ上がった。御家のおとみさんは一人住まいで暇もあり、5人の子持ちであるミサオより優位な立場だったから、選手特典はおとみさんのものだったらしい。ある時、五郎がおとみさんの家へ入り、30分ほど経ってミサオがその家へ飛び込んだ。帯広裸のおとみさんとつかみ合いの喧嘩になり、近所のかみさんたちが集まってきて、ようやく2人を引き分けたが、五郎はいつどうやって逃げたか、もうそこにはいなかった。
その時ミサオが、私から絞るだけ絞って、こんな女と出来合っていたのか、という意味のことを叫んだので、神さんたちの疑問の二つが解けた。すなわち、ミサオのような女に、どうして次々と男ができるかということ。また、良太郎がいい腕のハケ職人なのに、なぜ貧乏から抜けられないのかということである。良太郎の仕上げたブラシを問屋へ届け、賃金を受け取ってくるのは、ミサオの役であり、財布を握ってるのも彼女であった。良さんは賃金の高も聞かず、ミサオの持っている財布に、今いくら金があるかも聞いたことはない。ミサオは、亭主の稼いだものを好きなように使うことができるのである。そうは言っても、収入の高は知れているから、男に貢いだところで些細なものだろう。他の社会のように、背広を作ってやるの、自動車を買ってやるのというような話とは、千マイルも開きのあることだが、この町では、一杯の焼酎が、他の社会の背広一着にも当たる場合が珍しくないのだ。ミサオが五郎にどれほど貢いだかは不明である。五郎は、田浦さんという仕事師の家に同居していて、たまには日雇い妊婦に出ることはあっても、月のうち10日も働けば、あとはブラブラしているだけというふうであった。おとみさんは強敵だが、物質的にはミサオが優勢で、五郎もその点をよく心得て、巧みに両面作戦をやっていた。それが今年の春、おとみさんがよそへ引っ越していったため、ミサオが五郎を独占することになり、九千ラッパが鳴ったという次第であった。両さんの五人の子供のそれぞれの実の父親は、まだこの町に住んでいて、彼らもまだミサオとの仲が全く解消したわけではない、という噂であった。おい、ターボーのおふくろ、と太郎の父親は言う。おめえ、この頃女っぷりが上がったぜ。よう、花子の母ちゃん、と花子の父親は言う。あんまり若いのばかり可愛がらねえで、たまにはこっちへもおすそ分けを頼むぜ。おつにすますなえ、みのじ、と四郎の父親は言う。どうだい、久しぶりに、やっとこでごってり、といかねえか。次郎の父親は何も言わない。何も言わずに黙って、実力行使に出るそうである。これらは、近所の人たちの目があり、耳のあるところで、公明盛大に演じられるのだが、ミサオは決して、はにかんだり怒ったりするようなことはない。むしろ自分を見せびらかし、羨望感をそそるような態度をとるということであった。これほどあけすけな妻の節だらを、良太郎は全然知らなかったのであろうか。住民たちは知らずにいると信じ、陰で笑うだけでなく、時には面と向かって当てこすりを言いさえするが、良さんは小さく丸い目尻を下げ、柔和に微笑するばかりで、いかなる反応も示さなかった。日本開闢以来、あんなお人よしのおたんこなすは見たこともねえ、と男たちは言った。けれども時たま、良さんはつくづくと子供たちを眺めることがあった。食事の時、子供たちと膳を囲んで座りながら、突然箸の動きを止め、びっくりしたような目で太郎を見、その目を次郎に移し、花子、四郎、梅子と見守るのである。何さ、父ちゃん。父親の目に気づいて誰かが聞く。どうかしたの？どうもしないさ。みんな大きくなったな、と思ってね。ある日の夕方、次郎が泣きながら帰ってきた。良さんはブラシを作っていい、太郎はその脇でブラシの柄の艶出しをしていた。次郎の泣きようがいつもとは違うのに、花子がまず気づいた。どうしたの、次郎ちゃん。父
ちゃん。次郎の顔は涙でぐしゃぐしゃに濡れ、目の周りから頬まで汚れた手でこすったためだろう、ネズミ色のまだらができていた。なんだ次郎。父ちゃん、僕たちみんな父ちゃんの子じゃないって本当？太郎も花子も四郎も突然そこで癇癪玉が破裂でもしたかのようにビクッとし、そしてみんなが父親の方を見た。その様子には彼らが同じことを長い間疑っていて、それがついに表面へ出たので、今こそ真偽を明らかに聞きたいという期待が現れていた。良太郎は仕事の手を休め、一人ずつ順に五人の子供たちの顔を眺めた。そういうことは自分で考えてみるんだな、と良さんは言った。自分が父ちゃんの子か、そうではないかってさ。子供たちは黙っていた。父ちゃんはみんなが自分の子だということを知っている。だからみんなが大事だし、みんなが可愛くてしょうがない。けれどもお前たちが父ちゃんを好きでもなく、自分の父ちゃんだと思えないなら、父ちゃんはお前たちの父ちゃんじゃない。そうだろ、次郎。次郎の喉で泣きじゃくりの残りがひくっと音を立て、彼は手の甲で目を拭いた。だってもうみんなが言うんだ。ずっと前から僕たちはみんな父ちゃんの子じゃない。本当の父ちゃんは別にいるんだって。僕だけじゃないんだよ。あんちゃんも花子もシロも言われるんだよ。父親はなだめるように笑った。人はいろいろなことを言うよ。父ちゃんのことだって、ノロまで育児なしって言ってるのを聞いたろ。とんでもない。父ちゃんは力もあるし、喧嘩もうまいんだ。小さい時には、次郎の倍も喧嘩をしたし、一度だって負けたことなんかありゃしないんだよ。亮さんは左手のシャツの袖をまくって、二の腕を子供たちに見せ、そこに長さ15センチほどの茶色になった傷跡を示した。これはね、友達にナイフで切られた跡だよ。父ちゃんが小学校6年の時だったが。そして受け持ちの先生まで脅すというクラス1の乱暴者をどうやって叩き伏せたか、ということを仕方話で語った。ナイフで腕を切り裂かれながら相手の鼻っ柱を殴りつけるところでは、子供たちは唇を引き締め身震いをした。その中で太郎だけは父親に気づかれないように目を伏せた。彼は父親の腕にある傷がどうしてできたものか知っていたらしい。その上それは亮さんの語っているような勇ましいものではなく、子供の彼が思い出すのも恥ずかしいような屈辱的な出来事だったということが、そっと目を伏せた彼の表情に現れていた。亮さんはまた、自分がノロマではないこと、仕事が遅いのは仕事を大切にするからで、それはお前たち子供のため、子供たちをつつがなく育てるには信用のある仕事をしなければならないからだと説明した。これが父ちゃんの本当の気持ちなんだよ。いざとなればいつでも三人や五人は叩き伏せてみせる。それから仕事だってそうだ。その気になればブラシの200や300は一日で仕上げてみせるよ。亮さんはそこで自信ありげに微笑し、子供たちの顔を順に見回した。けれど、近所の人たちはこんなことは知りゃしない。なんだのかんだのって好き勝手なことを言ってるだろう。ああ、次郎。どうだいみんな、父ちゃんのことを信用するかい？それとも
近所の何にも知らない人たちの言うことを信用するかい？父ちゃんだと言って次郎が手を挙げ、次に太郎、続いて四郎、花子が父ちゃんと言って手を挙げた。梅子は話がよく飲み込めなかったのだろう。みんなの顔を眺め回してから、あたいは姉ちゃんと言って花子を指さし、みんなが笑い出した。本当の親か本当の子かなんてことはね、誰にも分かりゃしないんだよ。良太郎は仕事に戻りながらいかにも柔らかに言った。お互いにこれが自分の父ちゃんだ、これは俺の子だって心からそこから思えれば、それが本当の親子なのさ。もしも今度またそんなことを言う者がいたら、お前たちの方から聞き返してごらん。お前はどうなんだって。返事のできる者がいたらお目にかかるよ。と言って良太郎は極細の針金をキュッと締めた。太郎は黙って艶出しをしていた。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。私聞いちゃいました。今週の担当は松下萌子がお届けいたします。今回はですね、川崎 FM の平成ポップオヤジーズというラジオ番組を聞きました。この番組は坪内悟さん、阿部昭則さん、坂田隼人さんの3人が週替わりで担当しています。私が先日聞いたのは10月26日火曜日に本放送があった回で、私は再放送で聞いたんですけれども坂田さんの回でした。平成ポップオヤジーズは世の中の様々な現象を親父目線でぶった切りますと書かれているんですけど、結構緩めなトークとか、ゲストの方と和やかにお話をしてたりとか、雰囲気があったかいので、個人的にはアットホームな居酒屋で親父と一緒にゆるゆるお酒を飲んでるみたいな番組だなって思いました。それで私、一押しコーナーを見つけたので紹介します。よりみちおの E フラットマイナー。これはですね、ラジオ劇風のフリートークになってまして、役や設定はあるんですが、ストーリーはゲストの方とのアドリブなんだそうです。この日のゲストはタイムリーオフィスの俳優藤村和成さんでした。主人公は気になる看板を見ると、その内容がマイナーであればあるほど寄り道したくなる寄り道夫さんです。でね、この寄り道夫さんがめちゃくちゃ優しいんですよ。この日寄り道したところには泣いている人がいたんですね。で、泣いてる理由は聞いてる分にはクスッとなるようなお話なんですけれど、相槌を打ちながらただただ受け止めてくれる寄り道夫さんにグッときました。それで実は私、藤村さんのさすが俳優さんっていう演技がハマりすぎてて、このコーナーがアドリブだって後から知ったんですよ。だから寄道夫さんのあの優しさは坂田さんの優しさだったんだって後から感動しました。次に本当のフリートークということで、藤村さんは平成ポップオヤジーズの元メンバーということもあって、仲のいい和気あいあいとした感じで、私も本当横でチビチビお酒を飲みながらへーって聞いてる気分でした。最後に映画紹介のコーナーに移っていったんですが、私ここでふと気がつきました。この番組最初いきなり実は親父ギャグから始まって、めっちゃ親父トークだ、こういう感じなんだって最初思ったんですよ。それがですね、そこから優しい寄り道夫さんのお話でしょ、で坂田さんと藤村さんの和やかトークでしょ、それで最後はしっかり真面目に映画のことを語ってくれるわけですよ。あれ、私いつの間にかいろんな親父を楽しんでるって気づいて、この番組親父のフルコースだみたいな
本当に放送が30分間なんですけど、結構あっという間でした。親父のリスナーさんは共感できることがいっぱいあると思いますし、親父じゃないリスナーさんも本当にいろんな親父を楽しめると思います。他の方の回はまた違う雰囲気だそうなので、皆さんぜひ聞いてみてください。では改めて放送予定のご案内です。平成ポップオヤジーズは毎週火曜日の20時から、再放送が毎週土曜日と日曜日の22時30分から川崎 FM で放送中です。無料のラジオアプリリッスンラジオで全国どこからでも聞くことができます。公式ツイッターもあるのでぜひ覗いてみてください。それでは今週の私聞いちゃいましたは、ラジオ番組平成ポップオヤジーズについて松下萌子がお伝えしました。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子、今回は上原恵子さんによる朗読で、山本周五郎作父ちゃんをお送りいたしました。上原さん、ありがとうございました。はい、こちらこそ恐れ入ります。はい、どうでしたでしょう。いやちょっと ねあのまあとにかくあの奥さんの奔放ぶりにはちょっと驚かされますが、なんか初めの方は聞いてると、これは父ちゃんじゃなくて母ちゃんなんじゃないかみたいなそんな感じだったんですけど、そうですね、あの反面教師の母ちゃんのようなね、あれでしたけど、いや奔放なおかみさんでしたね、これまた。あの映画の方でもね、ずいぶん奔放に、ね、あの女優さん、あの楠木優子さんという有名な方なんですけれども、はい、その方がもうおやりになって面白かったですね。で、あの父ちゃんの役が超有名なコメディアン、もう亡くなられましたが、はい、南信介さんがやられてまして、まあその姿形がね原作とそっくりで、うん、まあよくこの役をね当てたなっていう感じがしました。またその仕事ぶりもねお上手で、はい、本当のハケ職人のようでしたよ。どっかで修行されたんですか ね、このうるさいうるさいって言っちゃうんですけど完璧主義者の黒沢監督も随分感心なさったということです。それはな、うん、相当なもんですよ ね、あの本当は真面目なあの素晴らしい俳優さんなんですね、南さんはね。すごいなー、はい、なんて思いながら、いやでも何年でしょうね、イメージ的には戦後間もない感じなんですかね。そうですね、もう本当に底辺の底辺、うん、もうその日生きていくのが精一杯っていうような人たちの架空の町なんではありますけれどもね、はい、うん、でもその人たちはその山本周五郎がかつて出会った人たちをモデルにしてまして、はい、ほとんどまあ、その本物の人たちのお話だそうです、うん、ちょっとびっくりですけれども、いやこんなことないでしょっていうほどでもないんですよね、うん、なんかいそうな感じがしますよね、するかしらね、うん、でもね全部お父さんが5人が5人とも違って、それをそれはなんかむしろあっぱれみたいな感じですね、うん、いや本当に聖人君子なのか何のか知らないけれどもご自身も父ちゃん自身もね、なんか自分をちょっとよく見せたいみたいなところもあって、あるんでしょうかね、なんか可愛げがある父ちゃんだったような気がします、うん、そうですね、でも子供たちが素直に生きていって、このまま生きていってほしいなと思いますが、うん、ね、なんか子供お両親はなんかいろいろ問題がある あるけれど、子供がとても素直に育って、うん、とても良い人になりそうな感じがするのが、うん、父ちゃん本当に頑張ってほしいですっていう感じです。救いどころといえば救いどころなんでしょうか、はい、そんな父ちゃんを読みいただいた上原さんなんですけれども、うん、はいはいはい、11月に朗読会に出演なさるということで。そうなんですよ。どんな朗読会なんですか。小磯さんも出るくせにあれさらっと聞きましたがあのね、小磯さんもご一緒しますが、あの三原久枝さんと、はい、あとあのこのタイムリーにはあのおなじみの戸村美智子さんが2人であの朗読会開かれるということで参加させていただくことになりましたので、はい、私の作品にも小磯さんねご一緒していただく予定ですので何卒何卒よろしくお願いいたします。いやこちらこそよろしくお願いいたします。でも
楽しい作品ですよね、はい、どう思いますなんていやとても面白い作品ですよ ね、まあ、どんな作品かはもうチラシを出すので言っちゃいますね、はい、ドラマティックリーディング半の会糸編に番長の番と書いて半、ね、ちょっと難しいですけどね、はい、うん、その半の会の朗読会でございます、はい、主催は私や上原さんと同じタイムリーオフィス所属の三原久江さん、この番組にもご登場いただいたことがあります。そうですね、はい、そしてもう一方戸村美智子さん、はい、もう朗読会で知らない方はほぼいらっしゃらないんじゃないですか、ね、そうです、よくご一緒させていただいてますけれども大ベテランだもん、もう大ベテラン、はい、なんかライアーという珍しい楽器の演奏も含まれていて、あ、そうなんですね、これはなかなか聞き読見読あのね、お得かと思いますよ今回の会話。戸村さんの朗読作品にはあの BGM として、はい、ライアーというちっちゃいあのハープのような楽器が生演奏で登場しますので、うんうん、そうなんです、とても珍しいですね、お楽しみということなんですけど、はい、小磯さんの作品もとても面白いです私もあの太宰治の貧借諸国話の中の吉野山という作品を、うんうん、読んで読みますけれども、ね、はい、もう お一人芝居ですねほとんどね、いやちょっと大変な作品を選んでしまったなと若干後悔してるんですけどもいえいえいえ、はい、上原さんは東野圭吾のレンタルベビーですね、そうです、はい、ちょっとこれやりたかった作品なんです、本当は、そうですね、うん、でしかもちょっと、ま、この年のうちにやりたいという、うん、意味が含まれてますので、はい、それが果たしてどういうことなのかというのはぜひあの朗読会にお越しになってご確認くださればと思います、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。そんなドラマティックリーディング半の会は11月24日水曜日の14時から、はい、会場は JR 武蔵小金井駅から徒歩2分くらいの、そうですね、もう目の前にね、立ってます、小金井宮地楽器ホールの小ホール、はい、1階にある小ホールでございます、はい、チケット代は2000円、はい、予約はですね、これは、うん、このチラシですね、この番組中今こう喋ってるバッグに多分このチラシの画像が載っていると思いますので、そちらにはい、はい、ご連絡いただければと思います、はい、はい、よろしくお願いいたします。もうこれが放送されるのが11日なので2週間くらい後ですね、うん、この放送からはね、うん、そうですね、はい、どうぞ。お稽古も佳境に入ってるところですね本当はね、どういう意味での佳境なのかは知りませんがはい、我々必死で汗をかいて練習しておりますのでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで今日のゲストは上原恵子さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、また何かありましたらよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。お邪魔いたしました。失礼いたします。はい、タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草紙、今回はここまでです。次回の放送は来月の第2木曜日12月9日の予定です。ご案内役は小磯和成でした。それではまたお会いいたしましょう。